直轄市は、省、道といった最上位の広域行政区画に属さず、それらと同格に位置づけられる行政区画で中央政府の管轄を直接受ける市である。中華人民共和国建国前の中華民国期の直轄市は、南京、上海、観光、陳太を、大連、信用、ハルビン、西安、北平、天津、重慶、広州の十にあった。 政府が台湾に移転した後の中華民国には2014年末の時点で台北市、高尾市、新北市、台中市、台南市、桃園市の6市がある。中華人民共和国には北京市、上海市、天津市、重慶市の4市がある。直轄市は一般的に省より面積が小さいが最も大きい重慶は一番小さな省である。 海南省より広大である。また、地方の省の中には、直轄市より人口が少ないものもある。大韓民国にはかつて、富山、手具、新川、広州、大田の後直轄市があった。これらは、すべて1995年に、広域市に改名された。なお特別市である、ソウル、特別自治市の清掃も、行政区画的には同等の権限がある。 朝鮮民主主義人民共和国には、平壌直轄市がある。かつてはこの他に海上、観光、清津、夏戦法、南浦の後直轄市があったが、いずれも廃止された。その後、海上、南浦、ラゾンについては、特別市に位置づけられている。ベトナムでは、ハノイ、ホーチミン市、ダナン、ハイフォン、関東の5市が、中央直轄市とされ、 第二休業制区に象徴活死も存在する。ありがとうございます。